皆さんご存知の自然豊かな浜名湖、実はこの浜名湖、ダイダラボッチという大きな男の人の何かでできてるんですよ。昔、そのまた昔、遠州地方の山奥にダイダラボッチという、それは大きな男が住んでいました。ダイダラボッチが立てば頭が雲にかかり、走ればドスンドスンと地響きがして家が傾くほどでした。そんなに大きな体ですから、波の人とは違って山を動かしたり海を掘ったりする力を持っていました。ところで、そのダイダラボッチは見かけによらず、とても気が優しくて、村に降りてきては子供たちと遊びました。いつも鬼ごっこやかくれんぼをするのですが、それに飽きた子供たちはある日、ねえダイダラボッチ、山の向こうに何があるか見せておくれよ。俺たちを連れて行っておくれよ、と口々に頼みました。子供の好きなダイダラボッチは、よーし、お安いご用さ、さあお乗りよ、と大きな手を差し出しました。子供たちは喜んで、我も我もと押し合って、その手のひらに乗りました。さあ、出発です。子供たちを乗せたダイダラボッチは、大股に歩き始めました。野を越え、川を越え、えっさかえっさか歩いていくダイダラボッチを、村人は、口をあんぐり開けて見送っていました。しばらく行くと大きな山が見えてきました。ダイダラボッチの腰の高さくらいの山です。おい、大丈夫かい、と子供たちが心配すると、なーに、こんな山、平気平気、よっこらしょ、とダイダラボッチが飛び越そうとしたその時です。後ろ足が山の頂に引っかかって思わず転びそうになりました。慌てて子供たちの乗っていない左手をつきましたが、ちょうど足場がぬかるんでいたので、とうとう尻もちをついてしまいました。あっという間に右手のひらに乗っていた子供たちはその場に投げ出されてしまいました。突然のことでびっくりした子供たちは、驚きと痛さにわんわん泣き出しました。心の優しいダイダラボッチは、自分が悪かったのだと思うと辛くてたまりません。やっぱり声を上げて泣きました。子供たちと
大だらぼっちが長いこと泣いていたからたまりません。気がついた時には左手をついたくぼ地に涙がたまって今の浜名湖になったということです。さて、この噂を耳にしたアマテラス大御神はかねがね考えていたことを大だらぼっちなら必ずやってくれると思い、日本一高くて美しい山を作っておくれと頼みました。もちろん大だらぼっちは喜んで引き受けました。大だらぼっちは力持ち、大きなぼっちで山一つ、うんどこしょどこしょ、大だらぼっちは力持ち、大きなぼっちで富士一つ、うんどこしょどこしょ。ある日、土運びの途中、一休みしてお弁当を食べていました。涙でできた浜名湖からは気持ちの良い風が吹いてきました。むしゃむしゃパクパク、瞬く間におむすびはなくなっていきました。最後の一つを口にした時です。ガチッと何か硬いものが歯に当たりました。なんだ、小石じゃないかと、大だらぼっちは爪の先でピーンと弾いて捨てました。するとどうでしょう、浜名湖に落ちた小石はみるみるうちに一つの島になったではありませんか。それが今浜名湖にぽっかり浮かぶつぶて島なのです。こうして出来上がったささやかな島を浮かべた浜名湖の景色は季節ごとに違った美しさで今も私たちを楽しませてくれています。大だらぼっちのお話いかがでしたか。このお話に出てくるつぶて島は浜名湖の北の端に浮かぶ小さな島です。この他にも大だらぼっちが立ち上がって歩き出し土をこぼしたところ、それが観山寺のロープウェイがかけられている大草山や根本山であるとも言われています。他にも大だらぼっちは火の神を祀る秋葉山や浜松の北部に広がる三方原台地を作ったとも言われています。また大だらぼっちの足跡が天竜や稲佐の山奥に残って田や池となったとも言われているそうです。浜名湖は四季を通じて全国からたくさんの観光客が訪れてきますが、このような景勝の地を作った大だらぼっちは神様のような存在とも言えますよね。大きな体と超人的な力を持つ心の優しい大だらぼっちのお話でした。